3.62 という防御率です。まあ、リリーフに回り、そしてまた先発に戻り、またリリーフに戻ります。回りました。このコントロールがいいですからね。狙いに行ってますよ。2ボール1ストライクです。あそこに見せてかんとね、やっぱ踏み込んでくられますからね。はい、ショートが破った。三塁ランナー帰ってきます。同点。高橋光成の勝ちが消えました。キャッチャー甘かったでしょうか。うーんですかね。秋田が同点打を打たれました。ウィーラーに打たれました。どうでしょう。そうですね、やや真ん中あたりでしょうか。にプラスシュート回転で入ってきてますからね。無理線とスライダーでもよかったかなとは思うんですけどね。1対1の同点にイーグルスが8回の表に追いついています。